お疲れ様です。パーソナリティのリコです。今回はすごいぞ日本の子供たち、日本の小学生に注意された中国人がびっくり仰天、日本人は子供まで他人への配慮ができるのか、をお送りします。周りの人たちに配慮する、他人に迷惑をかけない、こうした礼儀やマナーは日本人には当たり前でも中国の人たちには驚くべきことのようです。特に子供がそうした礼儀やマナーを示すと余計にびっくりするみたいですね。今回は日本の小学生にマナーを注意されたある中国人の体験と、その背景にある子どものしつけと教育における日本と中国の違いについてお話ししましょう。1、日本の小学生に傘のマナーを注意された中国人。まずは朝の満員電車で傘のマナーについて日本の小学生から注意された中国人のお話をしましょう。ここでは仮にシュウさんと呼ぶことにしますね。シュウさんは日本語が堪能ですが、日本に来てまだ日が浅く、日本の礼儀やマナーにあまり慣れていない状況です。季節は肌寒い秋、場所は朝の駅のホーム、雨が降っています。人々は背広の上着をちゃんと着ていたり、薄手のコートを羽織ったりしています。シュウさんは駅に着くと傘を畳みましたが、束ねることまではしませんでした。それが中国での習慣だったからです。そこへ満員電車がやってきます。シュウさんは他の人たちと一緒に傘を持ったまま電車に乗り込み、扉の近くに立ちました。しばらくすると隣に立っていた男性がその場所から離れようとします。その時彼のジャケットがシュさんの傘に引っかかり、シュさんの傘の骨が弓のように曲がってしまいました。シュさんは自分の傘に服を引っ掛けられたことに少し腹を立て文句を言おうとします。でも男性は、すみません、服を引っ掛けてしまいましたとすぐに謝罪し、自らの手で服を外したのです。日本人なら当たり前の言葉と振る舞いですね。むしろ腹を立てた主さんに違和感を覚えますよね。この謝罪の言葉と行動で主さんは何も言えなくなります。もし男性から、私の服に傘を引っ掛けるなと言われれば口論になっていただろうと主さんは思いましたが、相手は謝ってくれたのだからひとまず気を沈めることができました。ところがです、次の駅で大勢の人たちが降りていくと、また別の男性のコートが引っかかってしまいました。シュさんは心の中で、今日はなんて日だ、釣りじゃあるまいしとつぶやいたそうです。でもこの男性もすぐに、ごめんなさいと謝罪し、その上軽くお辞儀までしてくれたんです。シュさんはなんとなく申し訳ない気持ちになって、自分からもごめんなさいと口にしました。するとその様子を見ていた小学生がシュさんに言ったのです。おじさん、傘を束ねなよ。シュさんは言われたことの意味が飲み込めず、周りの人たちの目も気にせずその子に尋ねました。束ねる？電車に乗るときに束ね、降りるときに開き、また乗るときに束ねるのかい？そんな面倒なことをしなきゃいけないの？困惑した表情を見せる資産にお構いなく、その子は堂々とした様子で手に持っている傘を見せてこう言ったのです。僕らはみんなこうしているんだ。先生がこうすれば人に迷惑をかけなくて済むからって教えてくれたんだよ。日本では子供にまで他人に迷惑をかけないというマナーが徹底されているのかと、シュウさんは心の底から驚いたそうです。私たちにとって
雨に濡れた傘を持って電車に乗るとき、束ねるのは当たり前ですね。でも、シュさんは子供にそのことを指摘されるまで気がつきませんでした。子供の指摘を受けて、シュさんは改めてこう考えるようになりました。あの子の言うことに間違いはない。確かに周りの日本人はみんな傘を束ねて電車に乗っていた。これから電車に乗るときは傘を束ねることにしよう。やがてシュさんはこの面倒な作業が習慣となり、他人の服が傘に引っかかることもなくなったそうです。皆さんも電車に乗るときは自然と傘を束ねますよね。こういう当たり前のことでも海外から見ると、日本の民度はすごいと見られることがあるようです。2. 子どものしつけと教育における日本と中国の違い。電車に乗るとき、雨に濡れた傘を束ねる、それは一つの事例にすぎませんね。日本人はいろんな場面で周りの人たちへの配慮や他人に迷惑をかけない振る舞いを心がけています。それに比べると中国の人たちにはそういう配慮は少ないのかもしれませんね。もちろん一概に言えることではないですが、大勢として見たとき、朱さんの発言から考えるとそういう可能性があるのは否めません。ではこの日本と中国との差は一体どこから来るのでしょうか。やはり考えられるのは子どもの頃からのしつけと教育でしょう。そこで子どものしつけと教育における日本と中国の違いをご紹介しながら、礼儀やマナーの問題を考えてみることにしましょう。中国では一人っ子政策が長く続いたこともあって、両親や祖父母に甘やかされて育った子供が大勢います。そうした子供のことを小皇帝と呼びます。彼らはわがまま放題に育てられたので、大人になってからも社会の秩序やルールを守らず、いろいろと社会問題を起こしているようです。中国の親や祖父母たちの過保護ぶりは、例えば幼い子供が転んだ時の態度に現れます。彼らはその子に駆け寄って抱き起こし、怪我してない、どこか痛くないと聞くんだそうです。中国の親たちは子供を守ることが自分の重要な役割と考えているので、こうした行動に出るわけですね。他方日本の親たちは子供が転んでもすぐに抱き起こしたりせず、そばに立ち子供が自力で立ち上がるのを見守りますね。そうすることで自立心が育まれるようにしているわけです。中国の親たちの振る舞いは決して間違いとは言えないのですが、転んだ時にすぐに駆け寄って抱き起こすようなことをすると、子供が将来困難に直面した時、自立心を持って立ち向かう力が育たないと言われています。そして自立心を持たない人間は周りの人たちに甘えることはあっても、彼らへの配慮を示すことはできないでしょう。中国の親や祖父母たちの過保護ぶりは、子供が小学校に通うようになっても続きます。学校が遠くにあれば、通学の際に親や祖父母が運転手付きの車で送迎します。中には子供の通学のためにタクシー会社と数年間の契約を結ぶ人もいるそうです。また学校が徒歩で通える範囲であっても、カバンは子供が持つものではなく、送迎の担当となる祖父母やお手伝いさんが持つのが当然となっています。つまり中国では祖父母やお手伝いさんが勉強道具の入ったカバンを持ちながら子供の手を引いて歩く姿がごく当たり前の日常風景となっているのです。なので皇室の愛子さまが小学生になられた時、
カバンを自ら手に持って通学されるお姿が中国のニュースで報じられるとあまりに衝撃的だったようで大きな話題になりました。皇室の方なのに使用人はいないの？と不思議に感じたようです。でも愛子さまだけではないですよね。日本では小学1年生でもランドセルを背負い、給食袋や上履き袋などを一人で持って通学していますね。私立の小学校であれば一人で電車通学をしている子どももいます。こういう話を中国の人が聞くと、信じられない、やっぱり日本の子どもはたくましく自立しているんだね、と思うそうです。日本ではこのように子どもに自立心を育むしつけや教育がなされているわけですが、その上に挨拶などの礼儀を重んじる教育と教育の一環としての掃除の時間が設けられています。しかし中国では教育といえば数学や英語などの勉強を教えること、礼儀を重んじる教育はあまり重視されませんし、学校の掃除は専門の清掃員が行います。他方私たちはおはようございます、こんにちは、ありがとう、さようならといった挨拶を大きな声できちんと言えるように小さい頃から教育を受けてきましたね。この教育を通じて挨拶をする相手、つまり礼儀を尽くす相手への関心や思いやりを育んでいるわけですね。そして世界でも珍しい掃除の時間、中国を含めてほとんどの国では学校の掃除は清掃員が行います。でも私たちには小学生の時から掃除の時間があって、自分で使っている教室やトイレを自分で掃除してきましたね。この経験を通して私たちは自分の身の回りは自分できれいにするという習慣を身につけてきたわけです。そしてこの習慣は私たちの住んでいる地域や町をきれいに保とうとする責任感にもつながっていますね。そしてこの責任感は周りの人たちへの配慮に通じるものでしょう。中国の子供のように甘やかされて育てられると自立心はあまり育たず、むしろ自己中心的なメンタリティを持つようになるでしょう。しかも礼儀を重んじる教育は重視されませんし、掃除の時間もありません。これでは周りの人たちに配慮する、他人に迷惑をかけないといった礼儀やマナーを実践できるはずはありませんね。もちろん日本における子どものしつけと教育は完璧だなどと言っているわけではありません。また日本にも中国の小皇帝のように育てられた人はいて、そんな人は自己中心的で周りの人たちへの配慮など全くできないでしょう。でも大勢として見た時、中国人よりも日本人の方が周りの人たちに配慮する、他人に迷惑をかけないといったマナーをより着実に実践できていることは明らかです。そのことを物語っていたのが朱さんのエピソードだったわけです。朱さんのエピソードの背景にある子どものしつけと教育の日中の違い、ご理解いただけましたでしょうか。それでは最後に日本の教育の一環としての掃除の時間の話を聞いた海外の人たちの反応をご紹介しましょう。日本以外だったらこういう教育は保護者から非難ごうごうだろうね。過保護な親は学校は教育の場だってことを思い出そう。このアイデアは文句なしにいいですね。ほとんどの子供は他人を尊重することと責任感を持つことを両親から教わってないから。日本が今のような国になり得た理由の一つがこれなんじゃないかな。常に完璧を追い求め、レクサスのような製品を生み出す。
自分で動くことの大切さを小さい頃から学んできたからこそ、世界最高の製品を作ることができるんだよ。その結果日本は今では世界の羨望の的だ。日本は私が行ったことのある国の中で一番清潔だった。なんというか、全員が高い責任感を持っているように感じたんだ。そんな日本人の姿に愛情を抱いたよ。いかがでしたか？最後に当チャンネルの感想を述べておきますね。私たちにとって周りの人たちに配慮する、他人に迷惑をかけないといったマナーはほとんど意識しないくらい当たり前になっています。でも子どものしつけと教育の日中の違いから明らかなように、私たちはこうした礼儀やマナーを幼い頃から少しずつ身につけてきたわけですね。こうしたしつけと教育をしてくれた両親や祖父母、そして学校や社会に対して私たちは感謝の気持ちを忘れないでいたいですね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録をお忘れなく。